はい、これミドウのマルティフォートですね。中開けたとこですね。これがキャリバーが816になってました。まあこの816がこれあのスモールセコンドなんでしょうね。これスモールセコンドなんで文字盤が。でこのもう一つの方がこれ817ってなってますんで、これがあのセンターセコンドが817になってんですね。今回開けてみて知りました。機械もやっぱりそこそこ楽しい機械入ってますよね、ミドウは。エースがパテントを取ったっていうか、まあこの時代はみんなエースなんでしょうね。これでやっぱりこのハーフローターですけど、まあ当時としてはロレックスのフルローターに対してこのエースのハーフローターですよね。これがまあ両方どっちがいいかっていう競ってた時代じゃないですかね。機械も小ぶりですし。で裏蓋にはブリティッシュパテントって入ってるんで、イギリスでこれあの多分この防水ケースのパテントを取ってると思いますね。楽しい時計です。これもう少し大ぶりだったら今でもこう十分通用するんじゃないかなと思うような、時計ですよね。とてもなんかこうよくできてて好感の持てる時計メーカーですよね。ちゃんとショックアブソーバーもなんか入ってる、入ってるの、入ってると思いますけど、はい、ショックアブソーバー入ってます。この時代にしてはもう画期的ですよね。はい、ミドウマルティフォート2つですね。スモールセコンドとセンターセコンドでした。